はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。自然菜園ライフスタイルチャンネルの竹内です。はい、今日はですね、うちの畑を見ていただこうと思ってるんですけども、ここ元田んぼなんですよ。見てください。今でもね、一部田んぼ残していて、マコモがあって、あぜ豆、大豆があって、田んぼがあります。あ、まあここ全部が田んぼだったんですけども、こっち 4R、 10R 中の 4R、 家族1人あたり 1R あれば食べていけるので、3人家族なんで備蓄も考えて 4R やってたんですけども、今新しい田んぼがね、向こう側にできたので、今お休みして大豆にしています。で、こちらはですね、あの節バネやクオータリを巻くことによって、 1m50 以上の根っこを張ってドリルを開けて、排水性を高めた元田んぼです。見てください、元気に野菜育ってます。ナスですね。はい、ところがね、最近しんどいんですよ。何がしんどいかっていうとですね、天気なんです。天気がもう長雨大雨で、すぐ水に浸かっちゃう。なので水脈を掘ったり、排水性を高めたりっていう努力してきたんですね。で、野菜が育つようになったわけです。つまり田んぼってどんなに乾いても穴の開いてないプランターのようなものなので、雨が降ると根腐れを起こすっていう形で、節バネクオータリに穴を開けてもらったり、水脈を通したりっていう形で排水性を高めていったんです。今度もう一つ問題が出ちゃったんですよ。逆の干ばつ、ここ3年間20日以上の30度超えの干ばつが7月か8月に毎回来るんですね。そうするとね、浄土で粗中水やってもね、焼け石に水なんですよ。ぬかに釘みたいなもんです。なので今どうしてるかっていうとですね、こんな感じです。はい、わかりますか。もうね、あのお昼近くなってきたのでね、もうかなり水引けちゃってきてるんですけど、実はここ通路なんですよ。通路にもみ殻引いてるんですけども、ここに元田んぼの特性を生かして、畝と畝の間なので、畝間、通路に水を入れる畝間灌水やってるんですね。で、向こうの方にね、塩ビ管で蓋をしてあるので、抜きたい時には塩ビ管を蓋を外せばさーっと抜けて、そして入れたい時には田んぼの水口を開くと、田んぼなのでバーって水が入るので、夕方の6時から朝方3時ぐらいまでかな、水を張っとくんです。最初乾いちゃうとね、全く端の方まで水がいかないので、1日目は水を走らせて、2日目は端っこまでやっとこいきます。で、3日目になって、それが縦浸透、横浸透じゃなくて、今度深く潜っていくので、もうきゅうりここ終わっちゃってますけども、里芋とかね、ナスとかね、こういったものはね、根っこを深く張っているので、通路に水がね、来てくれると、あー、よかった、水来たという形でガブ伸びできるんです。 10R あたりの田んぼ、一旦あたり300坪の同じ単位ですけども、1ミリ水を貯めようとすると、1トン1000平米かける1ミリで1トンの水が必要なんです。1センチ水を貯めるのに10トン、10センチ貯めるのに100トン必要なんですね。100トンも水やりできないじゃないですか。だから大雨ってすごいね、ありがたい存在でもあるし、驚異的な存在でもあるんですね。ここでは干ばつ対策も行えるように、畝間灌水ができるように工夫してみました。長雨の時には逆に排水、もうね、朝には止めてますから、朝6時には止めてるので、もう水が浸透してきて、今、多分10時ぐらいだと思うので、4時間ぐらいでもう水溜りが消えかけてるんですね。あと多分数日間したら水がなくなっちゃうと思うんです。それぐらい水はけが良くなってます。やっぱり水が溜まって昼間暖かくなると、お湯になっちゃうと根腐れしちゃうのでね、夜中の間に水を溜めて、涼しいうちに吸わせて、で、暖かい時には水が引いちゃってるのでもしくは深いところに入っちゃってるので、暑くならないって工夫がね、あります。元田んぼはね、野菜育てるにはね、難しいかもしれない。だけども、節バネクロータラで開拓して、水脈とか暗渠とか明渠とかうまく利用して、最終的には田んぼの特性である水を入れるっていうことができるようになるとね、干ばつも OK、長雨も OK っていう形になるのでね、ぜひ自給用のね、田畑、もしくは商売用の農家として、元田んぼの人ね、活用してもらったら嬉しいなと思います。はい、今日はご視聴いただきありがとうございました。もうちょっとね、暑い日が続きますけどね、野菜もね、我々もね、元気に乗り切っていきたいと思います。ありがとうございました。またね。